皆さんこんにちは。 MLB ドジャースでおなじみの大谷翔平さん。大谷翔平の結婚相手は柏原明日香。理想の結婚相手について紹介します。まずは大谷翔平さんの経歴とプロフィールから紹介します。大谷翔平は岩手県水沢市出身のプロ野球選手。投手、指名打者、外野手、右投左打。 MLB のロサンゼルスドジャース所属。2012年の NPB ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズから指名される。2013年の入団以降、二刀流の選手として試合に出場。米大リーグのドジャースを大谷翔平と同じく新婚の柏原明日香が結婚後初戦で幸先よく予選を通過した。バーディー、ボギーともになしと全18ホールをパーで回り、通算1アンダー143、順位を1つ上げて18位につけた。ツアー通算2勝ながら近年は苦しみ、今季は前半戦の出場権しか確保できていない。それでも開幕戦直前に結婚を発表。怪我からの復活を目指す大谷を自身と照らし合わせ、活力を得た様子を見せていた。今後の円満な夫婦生活を予言するかのようなラウンドだった。柏原は出だしの1番パー4でティーショットをフェアウェイ中央を捉えて順調に滑り出し、だが第2打は逆風が吹いてグリーンを捉えられなかった。それでも残り20ヤードのアプローチを30センチにピタリとつけてお先のパー。2番パー4では第2打がラフとカラーの境目で同組の三毛島のボールと密着するハプニングもあった。順調、逆風、密着、それでも必ずパーでまとめた。今大会開幕3日前の2月26日に自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。この日のラウンド後には、誕生日が1月末なのでシーズン中におめでとうと言ってもらったのは優勝した19年以来と笑って話した。婚姻届提出は1月とも明かした。開幕戦を控えてインスタグラムでの結婚発表は前日2月29日の大谷も同じパターンだ。柏原は立場が全然違うのでと謙遜しつつ、年齢も近い、大谷選手は怪我をしたタイミングで、私は調子が悪かった中で結婚、プライベートで安心できる、心の拠り所は支えになると思うと復活を目指す中で結婚する意味の大きさを語った。実は大谷の最新情報を入手しており、相手は日本人ですと話して笑ったり、発表した理由を皆さんがうるさいのでと冗談めかして大谷の言葉などを随所で用いたり、近年の不調とは裏腹に明るかった。22年にシード権を失い、昨年は年間54位で今季は前半戦の出場権までしか得ていない。一般男性の夫はゴルフはしないというが、試合が始まると自分のことが見えなくなる、気づかなかったことをアドバイスしてくれると感謝。名パートナーを得て復活優勝が近づいてきたことを実感した様子だった。それでは大谷翔平さんの結婚相手の日本人女性を予想してみた。振り返って見てみると、こんなに多くの女性と交際の噂が流れていました。年度によって偏りがありますが、2016年は NPB 史上初となる投手と指名打者の両部門でベストナインのダブル受賞となっており、加えてリーグ MVP に選出もされている。翌年にはメジャーリーグに移籍をしていますので、その頃に多く噂されている。週刊誌などで熱愛報道され、大谷翔平さんの結婚相手と噂されている21人の彼女から、その中でも濃厚だと言われる結婚相手を見てみましょう。2016年に噂となった一ノ瀬ひとみさんは元中京テレビアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活動されている。2016年10月に女性セブンによる熱愛報道があった。報道では名前が伏せてアリエーさんとなっていますが、一ノ瀬ひとみさんの特徴と一致しており交際していると話題になった。この2人は知人を介した飲み会で出会ったということですが、周囲のアドバイスにより一時期は距離を置いていたとも言われている。ネット上では大谷翔平さんと一ノ瀬ひとみさんの交際が推測されていましたが、2人のツーショット写真もなく真相は不明とされている。その後一ノ瀬ひとみさんは2017年8月に
中京テレビの男性社員と結婚したことを発表されている。2014年に噂となった石川佳純さんは卓球選手として活躍されてきましたが、2023年5月1日に現役引退を表明した。現在は CM に出演されたり等の活動をされている。2014年12月18日にプロスポーツ選手を対象とした報知プロスポーツ大賞の授賞式に石川佳純さんと大谷翔平さんが出席されたことがきっかけだった。ネット上では大谷翔平さんと石川佳純さんの交際が推測されていましたが、2人のツーショット写真もなく真相は不明とされている。2015年に噂となった牧野マリアさんはモーニング娘。のメンバーとして活動されている。2015年4月東京ドームでの日本ハム大西部で始球式を務めた際、プロ3年目の大谷翔平さんから頑張ってくださいと声をかけられたことがきっかけだった。牧野マリアは4歳の頃から日ハムファンだと公言していることもあり、もしかしたら交際しているのではという噂になったようだ。ネット上では大谷翔平さんと牧野マリアさんの交際が推測されていましたが、2人のツーショット写真もなく真相は不明とされている。2016年に噂となった芦田愛菜さんは慶応義塾大学法学部政治学科に通いながら女優や歌手などとして活動されている。現役の女子大生だね。それも慶応義塾大学の法学部なので最初だよね。2016年11月配信のフラッシュにて大谷翔平さんが好みのタイプをしつこく聞かれ、当時まだ12歳だった女優の芦田愛菜だと答えたことがきっかけだった。当時は子供だった芦田愛菜さんですが、現在は19歳になっていることもあり、もしかして交際があるのではと噂になったようだ。ネット上では大谷翔平さんと芦田愛菜さんの交際が推測されていましたが、2人のツーショット写真もなく真相は不明とされている。2016年に噂となった高橋遥さんは北海道テレビのアナウンサーとして活動されている。2016年11月に毎日による熱愛報道があった。高橋遥さんは以前に卓球選手の松平健太さんとの真剣交際を報道されたことがあるため、この記事での T アナは高橋遥さんではないかと思われる。ですが2人のツーショット写真もなく真相は不明とされている。その後高橋遥さんは2019年6月に一般男性と結婚された。2017年に噂となった市川かなさんは元陸上競技選手で現在は中京大学の短距離コーチとして活動されている。選手時代の2012年にロンドンオリンピックにも出場されており、そのルックスから美人スプリンターとして話題になった。2017年6月の日刊大衆による熱愛報道があった市川かなさんは大谷翔平さんのためにアスリートフードマイスターの資格を取ったとも言われていた。そして日ハム優勝直後にツイッターで日本ハムおめでとうとつぶやいていたようですが、その少し後に破局したようだととも報道されている。破局の原因は大谷翔平さんがいる北海道と市川かなさんがいる愛知県との遠距離が難しかったようだと言われていますが、ツーショット写真もなく真相は不明とされている。市川かなさんは2022年3月30日に中京大コーチのサブリ慎也さんと結婚されている。大谷選手の理想のパートナー像は笑顔が素敵でありおちゃらけない穏やかな笑顔が特に好ましいとされている。身長については一緒に歩いていておかしなことにならないように身長が高い人が好ましいとのこと。またご両親がアスリートを好まれていることからスポーツに理解があり家族と同様に理解とサポートが期待されるようだ。大谷選手と共に過ごすための理想のパートナー像は英語ができることが必須条件となる。アメリカでの活動が今後も続く中言葉の壁があればコミュニケーションも難しいからね。それだけでなく大谷選手が食事に気を使う姿勢を考えると料理や栄養管理にも理解があり美味しい食事を共に楽しめるパートナーが理想的でしょう。食事は大谷選手にとっても大切なパフォーマンスの一環となっているからね。総じて英語が得意で活食事や
生活に気を使えるリカリアルパートナーが大谷選手のアメリカでの生活をより充実させる鍵となりそうだね。大谷翔平選手のパートナー像は単なる外見だけでなく、性格や趣味、家族との関係性までを考慮して描かれており、これに合致する素敵な相手が見つかることを願っている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。